もう一回ぐらいそれやってみるか。最近のゲームに慣れすぎるとさ、今このカーソルが今どこに当たってるのかよく分かってない時あるんだよね。インターネットがいいのかな。インターネット使ってみるか。インターネットを駆使していこう。で、あとは、金もないよな。ダイエットも勉強もしてないような気がする。なんだこのダイエットも勉強もしていない、ただ情報だけを得ている。あ、でもなんか腹が減ってきた。やばいやばい。特に何かしてるわけじゃないのに腹は減っていく。何もしなくても腹は減る。そして欲望の赴くまま男に会いに行く。そんなことをしているうちに6月が終わろうとしている。何のおもてなしもできませんが、生きてるだけでも腹は減る。働かなくても飯はうまい。今日は髪の毛の集中トリートメントをしなくてはならないんです。やばい、嫌われてきた。これはやばいぞ。セーブしてロードしなきゃダメなのかな。そうなのかしら。ちょっと腹が減ってるからここは CD3 個までしよう。腹が減ってるから CD を聞く。リロード本気で攻略するとき白しないときついんですよね。まあ要は本気のときはリロードしろってことですね。まあしょうがない。今これテレビにカーソル当たってんのか。なんだろうな。あれの時期、何あれの時期って、その月のものみたいなのあんのか、このゲームにも。金がないから街にお出かけしてもなんか、まあ、若干鼻詰まりはある。まあでも体調は別に悪いわけじゃない。2019年が迫ってるっていう、そういうお話。あと何あげたらいいんだろうな。困ったらとりあえず金あげとけみたいにあれになっちゃうな。説明書みたいに攻略情報書いてないかな。あ、月刊俺の妹か。もう痩せないね。CD によって黄色パラまでは戻ったので、これちょっとがっつりウォーキングでもやってみるか。がっつりちょっと月末調整していかないと。まあもう新しい月になっちゃいますけど。こは一回 CD とラッピングって何なんだろうな。塩もちょっと使っていくか。一般教養だけここちょっとずつ上がって、おレボリューション出た。レボリューション。立花くん、立花くんってなんだっけ。何立花くんって、なんかあげてみるかわかんねえか。そんな人いましたっけ。どうぞごゆっくりとご覧くださいませ。ああ、あの人ホストの子。ホストは結構ね、寂しがりだからマリモとか好きなんですよ。ホストって寂しがりだから、実は。ありがとうございます。ありがとうございました。ホストはそういう東京という街に疲れてるからさ。本当は福井県出身とかだったりするから、かっこつけてはいるけど。先輩、なんすか？あ、というか俺が先輩なのか。あ、立花君、誕生日プレゼント持ってきたんだけど。え、いいんすか？わざわざすんません。やっぱホストって結構体育会系だもんな。なんか結構礼儀正しいかもしんない。はい、マリモだよ、喜べよ。どこで見つけたんすか？これ。お、この表情はどっちだ？喜んでんのか？それとも、あ、いまいちなのね。なるほど。覚えた。ホストにマリモはいまいち。皆さんもね、ぜひ実践してみてください。月刊、俺の妹。トーツ。今のままじゃ、ちょっとーツ。トーツ。無理。今のままじゃ、今のままじゃ。誰も振り向いてね。諦めないで続ければ願いは叶う。誰も振り向いてね。誰も振り向いてねえぞ、ほんと。もう7月になっちゃったよ。もうすぐ夏休みですから、早く旅行に。旅行行くの？知り合いのおじさんが旅行代理店だから結構ギリギリまで頼めるんだよね。お兄ちゃんも保護者代わり来てくれるみたいし、りーちゃんたちと場所決めないとな。それで8月1日から6日、この旅行って何なんだ？あのさ、ちょっといいか。どうしたの？悪い。お兄ちゃんちょっと旅行に行けなくなっちまった。そうなの？ああ、大学時代の恩師にどうしても手伝ってほしい仕事があるって言われて。てかお兄ちゃんはいくつなんだ、そもそも。それがちょうど旅行の日程とかぶるんだよな。ずらせばいいんじゃないか。そんな。じゃあ3人で行くよ。何言ってるんだ。女の子3人でなんか行かせられないだろう。大丈夫だろ別に。だってずっと楽しみにしてたんだよ。お兄ちゃんだけの都合で旅行がなくなるなんて、りえちゃんたちも悪いじゃない。分かった。じゃあ誰か安心できるやつが一緒だったら特別に許してやるよ。安心できるやつだと、これ時田くんとかいけんの？時田くんとかの一緒の方が怖いだろ。ほんと？ああ、確かに友達には悪いからな。友達のお父さんとかじゃん。お父さん、まあでもなかなかそんな日程取れないか。ありがとう。じゃあ誰か探してみるね。さて、とは言っても誰に声かけてみようかな。まあ、これで狙ってる子に行けってことなんでしょうけど、あ、これであれね、来なかったら結構厳しいよってことか。なるほどね。先生とか普通に考えたら来ないよね。必須条件が厳しいというか、え、ここで来なかったらもう来ないの？マジで？時田くん誘ってみるかな。時田くん。はい。どうしました？正直この旅行無理だった。ダメだった無理。マジで。じゃあそれだったらもうこれはさすがにやり直した方がいいんじゃないっけ？突然なんだけど、夏休み予定はある？夏休み？そう、実は私とりえちゃんとゆうちゃんとで旅行しようって話が出てるんだけど、お兄ちゃんが行けなくなって誰か一緒に行ってくれる男の子、なんで男の子なんだろうね。まあ女の子同士で危ないって話なんだろうけど、むしろ女さんの旅行についていくって話ですよね。よかったら時田君一緒にどうかなって。8月の頭を予定してるんだけどダメ？はあ、なんか芳しくないぞこのリアクション。あ、実は同じタイミングで東條さんにも誘われてまして。あ、え、ゆりかが？はい、ですのでちょっと難しいかと。痩せてる女を取られた。そっか、しょうがないね。残念。多分女の子だけじゃお兄ちゃん許してくれないだろうし、しょうがない、今回の旅行は諦めるか。切ねえ。でこれでもう攻略無理ってこと？あ、レボリューション出た。じゃあどうしようか。じゃあどうするこれ。今の要領で次回頭から頑張りましょう。マジか。そうか、じゃあじゃあこれもでもむずくないこのゲーム。むずいなーっていうか、正直何がダメだったのかよくわかんないもん。やり直すか、このままその足で明日ブックオフに売りに行くかのどっちかだね。あら、気づきました？心が折れそうになってること。はい。あれ難しすぎるもん、ちょっと。こんなんさ、もうちょっとなんかあるやん。こんなん、最初からさ、ワザップとか見ること前提じゃないですか。ワザップ見ながらやるゲームじゃないですか、こんなの。ちょっと攻略の可能性が1ミリもないよって言われると、なんかこう、さすがになんかこう、頑張れないよね。ワザップはめっちゃガセ多いね。昔ワザップだったかワザップじゃないか忘れたけどさ、スマブラデラックスの時マスターハンドがなんかプレイヤーキャラとして使えるよってガセに俺マジで騙されてたもん。いつかマスターハンドがプレイヤーキャラとして使えるんだと思ってたもん。確かあれワザップだったと思うわ。